こんにちは、パチスロ攻略マガジンのレビンです。こんにちは、BMM パチタウン新人のゆかっぴーです。可愛らしいね、いい感じでこの2人で紹介していくのはですね、はい、こちらにございますパチスロ東急のパフナーエグゾダスで、この筐体まず見ていただいて、ゆかっぴーどうですか？めちゃめちゃかっこいい、うん、かっこいいね。なんか気になるところあります？なんですかこの上についてるのは？これなのよ、三強さんの早急のパフナーといえばもちろん今作もございますと。ゆかっぴーちゃんは、はい、パチンコパチスロはどのぐらい打つんですか？パフナー大好きなので、うん、パチンコはよく打つんですけど、スロットはちょっと難しくて、今回はそんなゆかっぴーとか初心者の方に分かりやすく僕が解説させていただきますので、早速、はい、スペックの紹介からいきましょう、はい、基本的なゲームフローはこちらです。王道のルートとしては、通常時からチャンスゾーンのフェスティム襲来を経由して早急ボーナス、ここで7図柄が揃えられれば AT 早急作成、揃えられなくてもボーナス後にチャンスステージへ移行するので、そこから早急作戦を目指すということになります。 AT 早急作戦は3枚数管理型の AT で純増約 2.7 枚、早急作戦中は枚数上乗せと疑似ボーナスで出玉を増やしていきます。クロッシングキープから突入するクロッシングチャージやレア子役で枚数上乗せを行います。実戦上ですが、レア子役による上乗せは後告知が多いです。喋ってるだけだとね、ちょっと分かりづらい部分もあると思いますので、この後打ちながら説明していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。それでは早速打っていきたいと思います。はい、はい、はい、まず通常時の打ち方からいきましょう。通常時ですね、バーありますね、左側ね、このバー図柄を上段付近に狙っていくということは、基本定式はこうなります。で、中右適当に押すと、で、ここから一つだけレア子役があって、中段にリプリプベルトになると弱チャンス目になるので覚えておいてください。はい、お、いきなりいきなり来たね。まあ、これロックかかる演出もある。すごい、いきなり派手な、はい、これはなんかもうちょうどお、ちょうどいいところでチェリー出ましたね。で、チェリー出た時は中図柄で、同化図柄、まあ、いろんなところね、今作キーポイントキーになってくる絵柄なんですけども、それがあるんで、それを狙っていくと、はい、で、今同化が中段に止まらなかった、で、基本はこうなるんですが、こうなった場合は、ボーナス図柄ですね、まあ、オナナ狙ってみましょうか。握りを狙うと、おお、すごい。で、まず一つずつ順を追って説明すると、同化図柄が中段に停止すると、そちら同化チェリーとなりまして、非常に強いレア子役になります。で、こうなった場合は右リール、ボーナス柄を中段狙っていって、このように対角にね、バーの対角に止まった場合は強チェリーになります。で、右リールこの状態で、ボーナス柄止まらなかったとなったものが弱チェリー、はい、簡単ですね、簡単です。おお、派手あ、会議室ね。じゃあちょっとこの会議室は一旦置いといて、あ、また、あ、滑りましたね、はい、左リールバーが滑ってスイカが出てきた場合は、中リールスイカをフォローして、で、右は適当で OK。 で、中のスイカなんですけど、こちらも、まあ、バーズ柄付近かなりアバウトでも大丈夫なので押していただいて、右リールは適当に押すと、はい、そうするとここからの、まあ、レア子役が2種類ありまして、まずは、まあ、スイカですね。で、強弱の概念はありません。で、これが外れた場合は強チャンス目、強チャンス、はい、まずは、通常時何をするかというと、チャンスゾーンを目指します。チャンスゾーン、はい、何で抽選してるかっていうと、まず今引いてますこのレア子役ですね、はい、お、めっちゃ引くな、すごいね、すごいですね、はい、今度は、お、スイカだ、はい、まあ、レア子役ですね、こちらでの抽選。あとはゾロ目ゲーム数、ゾロ目ゲーム数、はい、ゲーム数出てますね、ここ左下にね、はい、で、ゾロ目ゲーム数での抽選。ただレア子役でね、ボーナスに直接当たるというケースもあるんですけども、基本的にはチャンスゾーン、この辺はね、実は前作踏襲されてます、もうおなじみですみたいな。で、状態の概念が通常時ありまして、まあ、通常降格あるんですけども、今会議室ね、あとはまあおなじみのグラボン祭りステージというのがあるんですけど、まあ、ここに行くとまあ降格だったり、まあ、こう会議室とか全長の、
会議室なんかあんのかね、会議室ってアニメをね、僕はそう、作戦をねそれはなんとなくわかるけどそれはわかるけど、そうですよね、うん、そう作戦をやって、そうアニメはね、僕言ったわけで、そこはもうゆかって、はい、でも全面的に喋っていただいて、はい、来ましたね、これ8点かな、れ8点、そのまま出ました、8点、これは織姫ちゃんの演出ですね、はい、で、これ期待度がこれですね、表示されてます、はい、成功すればフェステム襲来ということで、これがチャンスになってます、おうおうおう、はい、岩倉先生、経過をゲットせよいいね、こういう可愛らしい演出、行くわよ、セリ、今から急ぎなさい、ここで、ここで同化図柄を狙いが出たなちょっと変則的なパターンですけど、まあいろんなタイミングでね、こういう、まあ、前作もそうでしたけども、同化図柄を狙いみたいのがあります、ちょっと狙ってみましょうか、あ、止まらなかったね、はい、出しなさい、売り切れちゃった、お、失敗、残念、で、あー売り切れだった結構引いたけどみたいな子役をはい、まあ煽り続いてる感じじゃない、でもこれだ、今演出1回失敗したんですけど煽り続いてますよ、あ、あった、あ、来た、こういうパターンもあるっていうね、はい、これも入りましたね、今ね、これでフェステム襲来、はい、これちょっと叩いてみますか、はい、でもう今始まってますけどね、フェステム襲来ということで、こちらが継続ゲーム数5ゲームになってますのチャンスゾーン、チャンスゾーン、これちょっと見ます、一瞬ボタンが出ればチャンス、出ればチャンス、出ない、うん、で5ゲーム目ちょっとマークが違う、違いますね、ここだけね信頼度急激に上がっております、おで最終ゲームはチャンスになる、いきます、お、もうで、でで、あーっていうことで残念でございました、あー来た来た来た、裏盆祭り、あー 1.5、 おい来た、おお来た、ちょっと弱いのかなと思って来たねこのチャンスを結構入りやすいんで、あのバンバン来る感じです、はい、もう始まってますか、なんか引きたいな、早くも追い込まれております、あほら、この段階でチャンスだと思うけども、さっきなってなかった、ほらほら気持ちいいね、これかっこいい、これ今ね、あの狙わなくてもいいんですけど、もうこれ、この段階で素晴らしい、これで晴れてボーナス、ボーナス、はい、はい、でボーナス確定、基本的にはこうチャンスゾーンを経由してこうボーナスを目指すと、でこの先に AT が待ってます、でこうなったらもう狙いなさいになってるんで、一瞬ね右上に出てますけど、出てますね、はい、この時に狙っていくんですけど、ちょっと揃い方に注目していただいてね、必要な力が、はい、始まりましたね、早急ボーナス、消化中にもちろん AT の抽選するんですけど、この揃える時にも実はもうすでに抽選をすると、ここで、で、ちょっとラインが変化して、はい、期待度が変わってくる、で基本ラインがこの中段で、ここから先消化するんですけども、はい、このボーナスが、はい、まあ疑似ボーナスになってまして、右上出てますね、20ゲーム、継続ゲーム数になってますんで、でこの間にさらにね、まあ、AT 当選を目指すんですけども、まあレア子役ですよね、あとは同数が、これでも抽選を行います、さっき止まったやつですね、はい、さっき止まったやつね、あれを狙いみたいなのが出るんで、うん、まあそれでも抽選、そして7を狙いっていうのが出てくるんですけど、はい、カットインで、7が揃った場合はもうその時点で AT 当選を行って、AT 当たるとルガーチャンスっていうね、サマイスを決めるものに行くんですけど、はい、そのルガーチャンスに行くと、7揃うと一番簡単だね、わかりやすい、ね、はい、この20ゲーム間も気合を入れて、そうそうそうあ、これですね、はい、おー
こうなって指示ないじゃないですか、はい、特にこの後、うん、この後指示が出る場合あるんですよね。まだだみたいな、どうか図柄を狙えってまたなった時はきっちりこう各リールに狙っていくんですけど、まあ、出なかった場合は基本的には適当に押していただいて結構と、今色が変わりました。で、消化中ですね、どうか図柄停止や、レア子役などで、まあ、色が変わる可能性があるんですけども、これ色が変わるとですねボーナス後に期待が持てます。おお、すごい、よいしょ、おい、揃ったこれで AT 当選が濃厚になりますと。おうおう、なので、まあ、この後ルガーチャンスで今18ゲームだね、うん、で、ちょっと注目してもらいたいんですけど、はい、これはこんな感じ、ネクストルガーチャンスということで、まあ、7揃いがあったんで、はい、このままルガーチャンスでいきますよということでいきます、はい、やれるか、俺とお前なら、おお、すごい、この枚数とかもいろいろ変わってきたりもするんで、はい、基本的にはまあ3枚数管理型の AT になってますんで、その初期枚数といいますか、それを決めていくのがこのルガーチャンスで、枚数の他に後ろに V アタックというものがあるんですけども、後ほど詳しく説明しますが、こちらが特化ゾーンになってますんで3枚数、こっち止まるとかなり嬉しいです。で押していきたい、ドン、はい、ということで今回は100枚で、ここからまあこの枚数を持って AT に行くということなんで、はい、早急作戦、これが AT です。はい、これに突入するというのが基本的な流れになります。はい、ということで、早急作戦ね、 AT に入ったんですけども、ここからですねもう一つのパターン、ボーナス後にですねチャンスステージを経由して AT もしくは V バトルというものが、そちらをご覧いただきましょう、はい、頑張ります、打ってください、頑張ります、はい、これ今ボーナス後の状態ですね、ボーナスが終了画面ですかね、はい、浜辺の2人、はい、といった感じで、まず浜辺の2人というステージに基本的には行きます、ボーナス後はね。でここでまあ煽りが出まして当たってるかどうかなみたいな感じなんですけども、その場合まあ液晶左下にチャンスと出てますんで、まあ、このチャンスが出てるときはやめない方がいいですね。もうすでに当たってる可能性もある、うん、期待の新人ですから、それはね、エクアッピーね、はい、ステージ行こう、回想ステージはですね、まあボーナスだったり当選、さらには V バトル当選、濃厚ステージになります、もう本前兆濃厚ステージ、はい、おお、はい、で、基本的にチャンスステージというのがこの一つが出撃クライマックス、こちらは基本的には突破すると V バトル、でもう一つが光線規定アルファというのがあるんですけど、そちらはルガーチャンス、基本的には行くというチャンスステージ、もうね、このもう始まってますけどね、始まってますね、これをクリアすることができると、まあ、V バトルなんですけど、これおなじみでございます、前作と、前作もありました、出撃クライマックス、ね、で、右上ですね、液晶小さくこう前ゲームこう進んでっていうのが分かると思うんですけど、これ最後まで到達すると V バトルになりますよということで、まずジャッジが4ゲームごとにジャッジがありますんで、よし、押してください、けっ、はい、必ず葬ります、これでクリアですか、そうですね、まだ一番上がクリアね、ファイナルジャッジ、ファイナルジャッジ、いきました、いきますと、はい、これでこうなると、はい、突破ですか、 OK でございます、出撃準備完了になりましたね、はい、まあ、もともと今回のケースはね回想ステージ経由してますんで、まあ、大体突破するかなって感じなんですけども、ここまでいけばもう完了でございます、このみなしろくんの時点で熱いんですか、これがそうですね、右に行けば行くほどチャンスになるっていうのも、まあ前作通りかな、あ、これで V バトル開始、はい、もうこの流れですぐ始まったね、もうそのまま行きましたね、で今あの V バトル始まったんですけど、この狙えナビっていうのがね左上にあるんですが、これがなくなるまで、続きます、で、動画図柄停止すると上の V チャレンジ、まあ役物ついに来ましたから、このギミックを使った演出で、まあ、ジャッジを受けることになるということで、はい、まずはこの狙えナビの時に動画図柄が止まるかどうか、狙えナビが出るんですね、出ます、これなくなるまで終わんない、
しかもこれ突破すると、なんと先に言うと2つのサマイス特化ゾーンもらえるという。前作もね、3桁のせいみたいなゲーム数でしたけども、ありましたけども、まあ V バトルは突破すると大チャンスになるっていうのも踏襲してます。それを先に言っておいて、ぜひ突破していただきたい。今止まんなかったね。止まんなかった。で1回減りましたね、これ。1回減りました。狙いが3だったのが2になる。3回はできるという。そうだね。よし。ああ、止まった。止まった止まった。で適当で。でまあそうね。またこう左右狙えて場合もある。ね、今は出なかった。でここここ。イガッピ。V チャレンジ。V チャレンジ。動いた動いた動いた。なんで？で今回すごいのがね、V の数が変わるんです。はい、すごい。赤いところが V。で分かりやすく成功率ということで、今何個3つ ?3 つですね。で成功率 37.5% で全部で8個。そうそうそう、表示がされました。あとは見届ける。あ、これめちゃめちゃ楽しい。これはいいよ、楽しいとこよ。押せ押せ、おお、球が出てきましたね。おー、これ赤いとこ入れば。あ、めちゃめちゃ楽しい。あーこれ出たね、失敗。ただ狙いナビは残ってるでしょ。まあ、レア子役かな、はい、一応どうか狙って、いや全然大丈夫ですよ、まあ、3連チェリーになっても強チェリーになって、はい、惜しい。でプラス1ということで、これナビ回数が増える場合もありますんで、まあ、レア子役とかきっとチャンスになります。はい、またチャンスが広がったよ。広がった広がった。行くぞ。わあ、止まった。これで、あ、ほらほら、これ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 、こうなった時は狙いましょう。で止まるほどチャンスになるんで、はい、止まるほどチャンスなんですね。そうそうそう、今2つでしょ、はい、あ、じゃあさっきより期待できるということですね。いいね、何回もできて素晴らしい。わー楽しい。2つの特化ゾーンがかかってますから、これ V に入るとこれかなり重要。そうそうそう、さっきより、あ、増えた増えた。 50% かな、 50%。よっしゃ、よいしょ。お、赤だよ、赤。めっちゃ楽しい。あー、あ、やったやった、すごい、素晴らしい、やりましたよ、V、はい、これで V バトル、わー、いいですね、これ成功なって、ね、これ今、この後説明しますが、クロッシングチャージという特化ゾーンと V アタックの2つ、2つもがゲットできますんで、 V バトル経由で行くと大チャンス。はい、まずね、あの V バトル成功しますと、1つ目のサマイス上乗せ特化ゾーンですね、クロッシングチャージというものに入ります。これ本来は AT 早急作戦中の上乗せ特化ゾーンで出るやつなんですけども、まあ、V バトルの成功でもこんな感じで、まあ、恩恵で出てくる可能性がある。めちゃくちゃ乗ってるね、すごい、はい、強チャンス目ですかね。そうだね。で継続ゲーム数10ゲームなんですけども、この間は毎ゲーム上乗せ抽選行ってくれるということで、こんな感じで大きい枚数が乗ることもございます。あ、20枚、うまい、順調に乗せてますね。順調、おいし、あ、で終わったと。全部で、そう、クロッシングチャージで獲得できた枚数が200枚。はい、今ね、一つ目の特化ゾーン見ていただきましたけども、はい、V アタックというものを持ってますね。ここに書いてあります。そう、いきます。 V アタック、はい、まずは3種類あるんですね、タイプっていうのは。で、カズキだとマイゲーム上乗せタイプで、ちょっと押してもらっていい？で、同化チャンス上乗せタイプで、最終告知タイプというのがある。まあこれはね、どれを選んでいただいて、そう、お好みで選んでいただいて、はい、俺はここにいるぞ、ここから始まりますので、はい、はい、でここから、マイゲーム上乗せになっていきます。マイゲームで目指すはですね、200枚到達っていうのを目指していただいて、はい、200枚到達するとなんと追加上乗せが50か150か300枚もらえます。さらにその後その上乗せした枚数をですね2倍にできるかもしれない、ダブルアップ V チャレンジというものに、そうそうそう、チャレンジできます。その成功期待度 50% ということなので、めちゃめちゃ重要、
はい、200枚か、今60枚でしょ、はい、で、まあ、レア子役だと言っちゃうんですよね。で、5ゲームは保証されてます。なんで大丈夫、終わるあのことはないんだけども、まあ、130枚だね。で、5ゲーム超えた後、3枚役が成立してしまうと終わります。はい、あ、いいね、動画図柄停止で。はい、なんで、あ、行っちゃったね、行きましたね、200枚到達。そうそうそう、転落の今危険性もなく到達したっていうパターン。で、行けばまずこれ、追加上乗せ、これが最大300枚なんで、そうで350でしょ。で、今200枚到達した恩恵としてですね、上乗せが2倍にできるかもしれないというダブルアップ V チャレンジ。これをダブルアップできるの？そう、350今でかいから、そう、これが2倍になるかもしれない。なんで、まあ表面上のあれはありますけど、期待度は一応 50% ぐらい成功期待がありますよ、ということなので、かなり熱くなる瞬間。めちゃめちゃこれ緊張する。うん、ああ、 V ホールド、 V ホールド、こういうパターンもある。 V がホールド、あ、これが、そうそうそう、動かない、はい、もう成功濃厚になる、まさかの、そうそうそう、止まったまま、あー、あー、はい、素晴らしい。これで、え、700枚、そう、すごくない、すごい、なりましたよ。ダブルアップ成功、はい、え、かける2、うわー、気持ちいい、気持ちいい、音も気持ちいい。これでゲット700枚を持っていけるっていうことなんです。さらにね、これだけでもすごいんですけど、はい、この上位版として超次元 V アタック、超次元、はい、っていうものがありまして、なんと200枚到達するとですね、このダブルアップ V チャレンジの成功が濃厚となってます。いきましょうか、お待たせしました。いい、はい、いきますね。よし、エティ早急作戦、はい、で、まあ、あの3枚数管理型の AT で純増枚数がここからまあ約 2.7 枚で増えていくと、はい、じゃあちょっと最初なのでオーソドックスに行ってもいいですか。そっちから行きましょうか、はいはい、じゃあこちらを選びます。辰宮島防衛、辰宮島防衛、お、辰宮島っていうんだね、辰宮島、ちょっと読み方がね。はい、でまず消化中なんですけども、いろいろ説明することあるんですが、まずレア子役で、ボーナス、また疑似ボーナス当選する場合もございますので、ボーナスと、3枚数の上乗せをまず目指すということですね、はいはい、すごいね、これ持った状態でスタートっていうね。ではですね、ここからあのクロッシングキープの説明をしたいと思います。はい、お願いします。はい、どうぞ、はい、左側はい、まずこのクロッシングキープって何ぞやって話なんですけど、さっき見ましたよね、クロッシングチャージっていう特化ゾーン、はいはいはい、それの前の段階です。これを本来はクリアするとクロッシングチャージという3枚数ワンセの特化ゾーンに行きますということで、まずこれをクリアしましょうというものがこのクロッシングキープです。で、このワンセットですね、5ゲームを4セット継続させればクロッシングチャージに行きますということで、今出てますね、右側に出てますね、ベル入賞で継続のチャンス、はい、リプレイ以外の子役を引くと窃盗継続の注射を行って、背景の色でその示唆を行ってるんですけど、色が、あ、継続しました、ね、今継続しました、はい、これね、前作売ってる方はおなじみあると思うんですけど、エピソードミッションっていうのがあったんですよ、うん、へー、それっぽい演出、おせせ、はい、素晴らしい、すごい、これであと1回ですか。ここも継続させないとダメです、4セット目も、4セット目も、はい、もうゴールではないです、ここを継続させたらクロッシング、もう1回継続が出ればいいですね、そう、まあラストここだけです、ね、もうすごい音が鳴ってる、私はここに、はい、あおお、まだ、はい、あー、でかい、でかい、あー、素晴らしい、すごい、ガタガタレインボーで、ね、これで、はい、クロッシングチャージ、これで、そう、晴れてクロッシングチャージ、はい、はい、これも前ゲームですね、前ゲーム上乗せ抽選行ってます、はい、
おお、100枚。100枚ですね。はい、100枚も。おお、熱そう。固まった。固まった。よいしょ、あ、いいね、この沈黙が。あ、いいですね。当然これが段階が上がることチャンスになる。びっくりマークが3つあるね。スイカか強チャンスね。強チャンスね。なると3枚数は乗せ、もしくはボーナスに期待です。わあ、よかった。おー、すげえ。よいしょー、ウィーン。ウィーン、やりました。これで、はい、ということで叩くと、叩くと、あ、ボーナス、ボーナスー、はい。なんでこんな感じで AT 中にボーナス当たる可能性もありますよと。出ました。ちょっと、そうですね、さっきはダを狙いだったんですけど、青ナを狙い、マークに人、僕に与えろ、お、言いましたね。で、まあ、AT 中に当てたボーナスは3種類ありまして、はい、でこれは揃うボーナスによって設定差がもしかしたらそういうことですね。ここで青ナナ揃いが発生すると何が起こるかというと、はい、織姫チャンスというものに入る可能性がございます。はい、入れてもらいたいね、ぜひ。よいしょー、7、青か。これが揃えばいいんですよね。そう、揃えば今度は織姫チャンスに入るはずです。おお、取れた、取れた、いきましたね。あー、これが織姫チャンス、織姫チャンスでございます。で、こっから毎ゲーム3枚数上乗せになるということで、残りゲーム数がもう毎ゲームになります。じゃあこれ早く入った方がなんかお得、はい、そう、お得 だね、はい、お得というか、いっぱい表示されるよね、絶対ね。おせ、逃げ、おせ、すごい、毎回だから、これが。これもう、お気づきの方いると思いますが、前作でいうとこの椿チャンス、椿チャンス、ここでね、前作のおなじみの、うん、そう、50、おー、すごい。あー、これで終了ですね。180枚、はい、これ楽しいですね。楽しいでしょ、うん、毎回こう期待できる、素晴らしい。これでですね、はい、一通りの本気のゲームプロの紹介一応お見せできたということで、ということで以上が本気のゲームフローとなります。はい、で、まあ、軽くおさらいしておきますと、通常時からの AT のルートとしては、はい、まあ、そのまま7揃い、ボーナス中の7揃いから行くルートと、一旦こう潜伏してからざわざわっとしてから、まあ、V バトル経由で行くパターンか、そのまま行くパターン、まあ、いろんなパターンありますので、はい、このルートはしっかり押さえていただいて、はい、覚えていただきたいと思います。はいはい、であとはですね、まあ、演出関連ですけども、ちょいちょい挟んでましたけども、結構前作の演出がこんな感じで進化しました、もしくは踏襲されてますみたいなものもありつつ、全く新しい演出もありつつということで、打ち慣れたユーザーの方ももちろんですけど、初心者の方もかなり、入りやすい台なんじゃないかなと思いました。ゆかっぴはどうでした？演出が多くて、そうだね、そう、難しいかなと思ってたんですけど、うん、ちょっと多めだね、うん、はい、まあ、レヴィンさんに今日教えていただいて、かなり簡単ですごい分かりやすかったので、実際この動画を見てホールでも打ってみたいと思いました。はい、はい、そんなわけで、今回ね、僕らのパチスロ早急のパフナーエグゾダスの解説編をやらせていただきました。はい、で実はティナさんとサトシーノさんが、さらに詳しい深い実践編と、ぜひそちらも合わせて、そうですね、いただいて知識の方を蓄えていただきたいと思います。はい、というわけで、今回はこの辺で失礼します。さようなら、バイバイ。さようなら。